ティ上田100キロへの道シーズン3第1話やってまいりました。今回はどんな波乱が待ち受けているのでしょうか。シーズン1、シーズン2と見事100キロ達成しまして、はい、シーズン3になりまして、今回何キロ上がるかと思ったら90キロベタつぶれっていう、そうですね、コメントで85も上がらない説って聞いたんで、結構今回ガチで100キロちゃんと達成してもらいたいなと思ったんで、今回普通にちょっと練習プラス僕が本当に普段ちょっと教えるような感じでベンチ100キロ到達するためにこういう風にやっていこうぜっていうのを、まあ、ベンチだけじゃなく今日補助トレも含めてやっていこうかなと思うんで、お願いします。パーソナル料金も後でいただこうかなと思っております。すっごい栄養をかけて100回分の回数券ぐらい買わせよう。100回って毎日来ても3ヶ月以上かかる。確かに強くなれそう。100日後に100キロ上げるワニ、早速やってっていいですか。まあまずは普通にバーから行きましょうか。なんで今時間止まってたんだろう。はい、びっくりした。あ、ちなみにもうアップ終わってますね。あ、そうです、もう汗かいてますね。結構柔軟しっかりしてもらったんで、はい、ここからやっていきたいと思います。お願いします。まあ、せっかくなんでね、まあ、100キロ目指してる人とかもいると思うんで、そういうのを踏まえながらやっていきましょう。でまず必ずラックの高さをしっかり合わせてからやりましょう。これ多分低いよね。そうですね。持ち上げてみて。結構さ、伸びるじゃん、肘。はい。これだと、ラック高いんで、1個上げよっか。あ、いいっすね。こう、軽くポンって取れるぐらいのポジションで。じゃあ5から10ぐらいで。1、2、3、4、5、6、7、8、OK。 今日はベルトつけてやってもらいます。1、2、3、4、ラスト、はい、5、はい、OK。 では60キロいきましょう。お願いします。1個だけ、はい、ちょっとだけ気になったことあったんで、はい、そこだけやりましょう。はい、あの最初のところが気になって、はい、ここがね、僕今すごい気になって、これでホーム組むじゃん。そう、これやるじゃん、はい、で背中固めてると思うんだけど、でこれ俺が言ったやつだよね、この。あ、そうです、入れるやつね、はい、なんだけど、ここに下ろさないじゃないですか。ここで固めるんじゃなくて、ちゃんと下ろしてる位置って今多分ここら辺でしょ。そうです。で手幅もさ、これぐらいじゃん。ここで引いて、でここを下ろす位置じゃないですか。そう、下ろすポジションにしっかり固めてあげる、うん、いつも通り組んで、さらに背中固め強くして3発いきましょう。はい、はい。1、2、はい、ラスト、はい、よし、 OK、 OK。 あの結構ね、みんなやりがちなのが、こう下に下げようと思って下で固めちゃうんですけど、これだと結局ここに下ろさないから、固めたところのポジションちょっと別だと思ってるんですよ、僕は。なんで自分の下ろすポジションの肩甲骨の開きと手幅の中で固めてあげた方が、よりいいポジションに降りやすくなるかなっていう持論です。ありがとうございます。はい、では70キロ一発いきましょう。はい、まあ、とりあえず今日は潰れるとこまでやらないんで、まあ、80まで持って、まあ、85あるならやるかなぐらいの感じでいきましょう。はい、うん、じゃあ71発で、さっきの背中の固めちょっと意識して、よし、いきます。いい立ちです。はい。はい。よっしゃ、80。はい。一発しっかり上げて。よし。
セットはですね、今日は5発でいきましょう。はい、とりあえずあのホームもちょっと直したいんで5発で、5発ストレートでやってきます。はい、そう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 、今日はね首も長くできてて非常に良いですよ。はい、1 2 3 4、ラスト頑張っていけるよ。はい、おしゃ、 OK、 OK、 はい、僕今ずっと手首取ってたんですよ、手首取ってたんですけど、はいはいはい、あのウッディさんのベンチはこう持つじゃないですか、持つまでめっちゃいいんだよ、はい、こうここにねしっかり肘の下に乗ってていいんだけど、持った瞬間にパンってこっち持ってくるとこうするんですよ。で、下ろしてくるときに下ろし方がこうなんですよ、うん、こうなんですよ、はい、で、これって最初はいい位置に乗ってるのに下ろし始めた瞬間にずれてるんですよ、ね、はい、だから震え始めるんだよ。だこのまんま降りてってほしいんですよ。ですから こっちをね下げる癖がある、うん、ちょっと脇締めるようなベンチっていうんですかね、はい、でこう下ろしちゃうから意識としてはこっちに力入れておいてほしいんです。こっち、そう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 、はい、まあ、てかウッシーがよく言ってるけど、うん、外側の圧ってこっちに入れるじゃないですか、はい、だからバーベルもただ持ち上げてまっすぐ持つとまあ、真っすぐかかるでしょ、はい、じゃなくて外にちょっとこう力入れといて軽くでいいんだよ、はい、軽くでいいです、持って置く。ウッディさんは外じゃなくてまっすぐに入っちゃうから多分肘がこっちに入るんですよ、うん、これ今俺ちょっと外に入れてるんですよ力なんだけど、多分まっすぐにして下ろそうとするとこっちに入るんですよ、はい、でこっちに入るから下ろしてくると一気に3頭に乗ってガタ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 って震えちゃうんだけど、はい、これがこっちになるとちゃんと真下に来るから、はい、押しやすくなると思うんで。わかりました。はい、はい、ナイス2分すごいタイミングだ。で、握り決めて、いつも通りでいいんで、であんま下にしすぎないで、そう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 、で、軽くでいいんで、軽くちょっとこっちに乗るような感じ、乗せすぎないように、はい、そう、これでくる、で、肘下に割らないように、あ、そう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 、押す、1、止めなくていいからね、はい、2、そう、きついけど頑張って肘下に割らない、3 4、ラスト、しっかり吸って、はい、いけるよ、はい、押せ、押した、 OK、 はい、休憩、いいんですけど、はい、1、2発目いいんですけど3、4、5できつくなってくると全部こういう風になってって、はい、手首の角度最後全然違うでしょ、はい、やっぱ自分のいつもやってるやつに行きたくなっちゃってるんで、そこはもう頑張って耐えましょう。わかりました。ここからはあと3セットそれやるだけなんで、はい、ダイジェストで、ダイジェストで流します。はい、1 2 3 4、腕高く足して押せ、足押せ、押し、いいね、よし、1 2 3 4、はい、はい、じゃあラストセット、はい、いい感じになってきて60で組めそうなんで60で最後やりましょう。よし、アセンディングみたいですね。確かにストレートでやるって言ったけど意外と良くて上げちゃってるパティです。1 2、あ、いいね、今、はい、3、そうそうそう、4、減らそう、高く、はい、よし、 OK、 いいじゃん、 OK、 じゃあここから補助種目に入っていきたいと思います。よし、インクラインのスミスベンチで久野さんの動画を見てから僕もずっとこれやってるんですけど、はい、まあ、鎖骨のちょい下あたりに降りるようなポジション で胸つけなくていいんで、はい、これぐらいで多分ここら辺までで結構胸伸びるじゃないですか、はい、逆に下まで行くと肩が多分しんどくなると思うんですよ。そうですね、だからつけなくていいんで、そう、それぐらいで、で押す、そう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 、 OK、 じゃあ重りつけます。はい、あ、痛い、10発いきます。はい、腰立てならないように。1、2、あ、いいね、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、はい、10、
はい、OK。 1、到達することないんで、2、3、そろそろ飯食べていただく、4、5、はい、頑張って、6、いけるよ、はい、7、8まで自力、頑張って、まだいける、よし、頑張って、よし、アリスパス頑張って、はい、いけ、はい、頑張って、いけるとこまでね、はい、1、2、あ、いいね、はい、3、4、5、はい、6、はい、7、ラスト、頑張って、はい、回す、はい、OK、いきますよ、はい、アユッティさん今もう3投限界来てるんで、こっからはフロントレイズケーブルでやっていきます。 OK、 15回いきましょう、はい、1、いいです、いいです、2、しっかり前に出す、3、4、5、6、丁寧ですね、で、7、8、9、最後はできた時、はい、10、あと5いきます、11、ハンド使わないでね、12、限界まではそのまま行こう、13、あと2回、10、ラスト、はい、はい、 OK、 よし、1、2、3、4、5、ちょっと食べまして、6、7、あ、いいよ、8、もうちょっと頑張ります、9、そうそうそう、10、ここ使えないね、はい、11、12、はい、13、あと2回、14、はい、9使っていいよ、上がってます、せーの、はい、よし、OK、よし、1、力を落とす、2、そうそうそう、もっと前に前に前に、3、そうそうそう、4、5、6、めっちゃそう使ってるよ、7、お疲れしてるぞ、8、0、はい、9、はい、グッと上げる、10、はい、11、12、ラスト、ラストでいいよ、はい、はい、OK、 最後3投やります。で、ちょっと頭側に少し持ってって、まっすぐよりね、はい、ちょっと頭側に持ってって、で、ここで肘曲げるとちょっと俺肘痛いんですよ、はい、なんで少し肩も上に上げて、うん、ちょっと背中も使ったりするけど、はい、若干こうプルオーバー気味で、こう頭の後ろここら辺まで下ろして上げてくる、はい、を10回、はい、1、ここまである程度ここにね、こうやって入れてあげた方がやりやすい、固めてからグッと2、そう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 、はい、3、あ、いいね、そうそうそう、手首が寝ちゃうね、4、5、押しても支えられるから、はい、OK、 頑張れ、7、はい、OK、 はい、1、あ、いいね、軽い、2、3、4、5、 OK、 いけるよ、いけるよ、はい、7、はい、8、上げる、はい、9、ラスト、10、はい、OK、 はい、1、2、3、4、5、 OK、はい、あと2回、ゆっくり頑張る、ゆっくり頑張る、はい、9、ラスト、押しなきゃ頑張って、はい、よし、 OK、 てな感じでやりましたけど、はい、どうすか、久々にガチでトレーニングした、ここ、うん、ここ、ここ、全部来ましたでしょ、はい、ベンチに大事なとこたくさんやりました、はい、まあ、まずはね、基礎的な筋肉をつけていきましょうっていうので、はい、ベンチで使うところをちゃんと筋肉増やしていく、プラス技術をもうちょっと改善していけば最短でいけるんじゃないかと思っております。じゃあ最短で100キロ行きましょう。さよなら。ウェイパワーライフを。